私は科学者だが、宇宙のことは専門じゃないし、あまり興味もなかった。しかし、ある日なんと宇宙人に出会ってしまったのだ。それは10年ほども前のこと。その宇宙人は広い広い銀河の彼方から宇宙船を飛ばし、目的の星である地球へあとほんのわずかにまで迫っていた。しかし、銀河パトロールジャコ。そしてここは私がたった一人で住んでいる小さな地球の小さな島である。くそ、ダメか。また失敗だ。はじめのニュースはこちらから。スーパーアイドル安月杏さんを乗せ地球を2周する予定のロケットキラキラ8号の打ち上げまでいよいよあと3日となりました。それでは安月杏さんに現在の心境を聞いてみましょう。いかがですか？もうすっごくワクワクしてます。宇宙で歌うのが子供の時からの夢だったんです。くだらん。ん？何の音だ？こんなところを飛行機か？え？なんだ？落ちたぞ！大変だ！まずいな。もう随分暗い。お化けザメが動き出すから船を出せんぞ。出た！やっぱりだ。食われるぞ。かわいそうに。ん？おい、なんだお前はここで何をしている？それはこっちのセリフだろ。なるほど、お前地球人だな。地球人？近くにこの島があってとても幸運だった。よくお化けザメから逃げ切ったな。なんだそいつは？さっきあんたが海で食われそうだった巨大なサメだよ。大きな生物が追いかけてきたのは知っていたが、悪いやつだったのか？夜の間は大きな船だって近寄れないほどの恐ろしい怪物だ。ところで変わった飛行機だな。あんた外国人か？外国人なわけないだろう。私は宇宙人だ。え？なんだって？ただし、ただの宇宙人だと思ったら大間違いだぞ。私は銀河の平和を守る選ばれしスーパーエリート、銀河パトロール隊員だ！そう、とにかく宇宙人でも何でも構わんから、さっさとこの島から出て行ってくれ。そうはいかない。宇宙船が壊れてどこにも行けないのだ。態度がでかいな。何が宇宙船だ。これは困った。無線機も食料庫もビデオも何もかも使えない。しょうがないから見てやろう。修理が済んだらすぐに出て行ってくれよ。私は人間が嫌いなんだ。メカに詳しいのか？工学博士だ。おお、なんという幸運。さすがスーパーエリートは運にも恵まれている。どうだ？え？これは見たこともないメカだ。まさかそんな。なんだ？ちょっと。何をする？やめろ！マスクでもかぶっているかと思ったら素顔じゃないか。当たり前だ、失敬な。まさかあんた本当に宇宙人か？